頑張ったんだね、君も。なぜ泣いてるんです？建物の気持ちになってるんです。歩いてて、歩いてて火星に大きな街を作りたいんです。皆さんないですよね。絵があったらこう見たらいいですね。国際空輸ぐらい。おっ、あと行って消えた。消えたら、また振り返る。消えたらでしょ。火星に大きな街を作りたいです。夢じゃないですよ。え、あ、建物の気持ちになってたんです。建物の気持ち、建物の気持ちになってたんです。目線は見てた方がいいですか？とか、こう見えて私130歳なんです。本日の撮影以上になります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。でも久々、何年ぶりですか？2年ぐらいですか。2年ぶりぐらいですね。朝ドラの半分青いで共演させていただいて、はい、まあだからそれがあったので、なんかもともとなんだろうな、不安みたいなことはなかったんですけど、まあやっぱりすごくやりやすかったです。あ、僕もめちゃくちゃやりやすかったですね。以前親友役 で、僕が一方的に愛してるやつ。確かに。今回もなんか、はい、もうタケル君の、大林がもともと持ってる不思議さとタケル君がもともと持ってるこのミステリアスなすごい人を引きつける魅力がマッチしてて、うん、すごくやりやすかったですね。印象は変わらないですよ。変わらないですね。相変わらずかっこいいなって思いました。久々に会って、うわ、かっこいい、オーラめっちゃあるみたいな。久々に会ってちょっと緊張しましたね。いやいや、全然そんなことはないんですけども、でも僕みたいな役って、まあ、結構いわゆる、まあ、受けの役じゃないですか。リアクションを取っていく役だから、その難しさみたいなものすごくあると思うので、なんていうんですかね、だからそのリアクションによってこっちの芝居も全然変わってきたりするんですよ。だからやっぱり大和くんじゃなかったら、多分こんなに、なんだろう、自分の表現がこうなんかスムーズに出てこなかったなとか、それは思います。やっぱテンポ感とかもすごく大事なんで、やっぱ気持ちいいテンポで返してくれたりとかした時に、よかったなと思いました。めっちゃ嬉しいですね。タケル君は普段クールなんで、こんなこと言ってくれるのないから素直にちょっと今照れてますよ。でも僕も本当気持ちいいテンポで、もう自分のリアクションはもうタケル君に全部引き出してもらってるって感じで、もうおんぶに抱っこって感じで全部任せてって僕は感じでしたよ。大変こう面白い企画だなとは思ったんですけど、その、まあ、自分が演じるということを考えた時に、まあ、130歳という設定だとか、大林組さんのこう企業の擬人化といういわゆる普通の人間じゃないみたいな設定だとかをこうどういうふうに表現したらいいんだろうっていうのは分からなかったです。ただ本当監督がすごく細かく演出してくださって、こう衣装だとかこう髪型だとかもすごくこだわってデザインしてくださって、現場に入るまでは不安だったんですけど、撮影が始まってからはこうなんとなく自分でもなるほどこういうことかと徐々につかめてきまして、まあ楽しく撮影できております。すごく未来を見てる、まあ、人だなと思って、視線が遠いというか視界が広くて、その先を見据えてるような人なのかなって思ったので、こう具体的に言うと、まあ下向いて歩いてないだろうなとか、こう普通に座って喋ってる時もなんか目線は上の方なんだろうなとか、そういうようなことがその大林氏のスケールの大きさというか、まあ人間としてのというか、その大林組さんの可能性の大きさというか、うん、みたいな表現につながるのかなと思って、そういうことは意識してやってました。
そうかそうか、頑張ったんだね君も。なぜ泣いてるんです？建物の気持ちになってるんです。それが彼との出会い。こう見えて私130歳なんです。冗談は笑えないけど、火星に大きな街を作りたいです。夢はでっかい。夢じゃないですよ。おっでしょ。彼の名前は大林。なんか面白いことを起きそうだ。スクールを開く大林組。